はい、今から神社跡に行っています。この神社ちょっと変わってるんですよ。この鳥居もちょっとなんか馬手でちょっと変わってるんですけど、写真もう一つ鳥居があって、こんな感じでね、完全じゃないんですよ。で、場所もいい感じの場所に立ってる。ここに行ってみます。はい、神社跡にやってきました。この神社ちょっと変わってるんですよ。ちょっと違う。この鳥居もなんか埋まってるね。食ってみようか。で、この上ですね、なんかね、写真で見たらね、鳥居というかなんか鳥居じゃないんですよ。なんて言っていいんだろう、あれあれ、ここにもなんかある。読めんな。灯籠かな。ちょっと斜めに傾いてる。鳥の形がすごいよね。鳥なんだろうけど、ギリ鳥っぽくないっていうか、ねえ、いい感じの場所にあるしね。
これ。この場所といいね、この狛犬とこの崩れた鳥居の感じといいね、いいっすよね。いや場所いいな、ほんとここ。鳥の上だね。外れてんのか、折れてんのか。折れてんだよね。はい、ということで神社跡でした。